インスタグラムの投稿が見れるんですよね、連動されてて。これすごくコーディネートの参考にもなりますよね。ここかな。おー、出ました。この床にはこういう暗めのやつが合いそうですね。この作りの形のスノコベッド多いんですけど、中でもローヤさんのこのスノコベッドはかなり丈夫に作っていて、暮らしのマーケット大学です。突然なんですけど、実は私今ベッドが欲しくて、皆さん家具買いたいけど組み立て一人で自信ないなとか、一人暮らしだからちょっと人手ないわとか、工具ないわとか、実は私もそうなんですよ。ということで今回は暮らしのマーケットの家具組み立てサービスを私小滝が実際に頼んでみました。さらに今家具やインテリアのオンラインストア、ローヤで買った家具の組み立てを暮らしのマーケットのプロに依頼して、作業後口コミを投稿すると、ローヤで使えるポイントなんと1000ポイント分がもらえるっていうキャンペーンが開催中なんです。やった、めっちゃお得ですよね。1000円分ってことですもんね。なので私今回ベッドをローヤで買うことに決めました。この動画ではローヤで実際にベッドを注文して、暮らしのマーケットのプロに組み立てを依頼して、そして実際の作業の様子もお伝えします。で、作業後、口コミ投稿ポイント付与の一連のキャンペーンの流れを、分かりやすくこの動画でご紹介できたらなと思います。では早速ローヤのアプリを見ていきたいと思います。実は私使ったことがあって、で何回か実際に購入もしてるんですよ。でかなりお気に入りで、個人的にすごく好きなんですけど、ローヤのいいところ、なんといってもおしゃれなんですよね、家具が。でトレンドを抑えてる、この今特集の一番上にあるのとかもそうですけど、テラゾー柄、人工大理石柄、これ今流行ってるんですよね。ドラマとかのこうセットとかでもあって、めちゃくちゃおしゃれだなと思って流行を抑えたものが置いてるんですよね。で、さらに商品ラインナップがものすごい幅広いんですよ。もう見ていただいて分かる通り、ソファーからキッチン、マットレス、食器とかもあって、とにかくめちゃくちゃ幅が広い。もう何でも揃うんですよね、ローヤで。ラインナップも商品数も多すぎて、ちょっともう何選んだらいいのか分かんないよとか、そういう場合もあると思うんですよ。もうこれが大丈夫なんですよね。探すのところでテイストから探すっていうのができて、ナチュラルから北欧系、ボタニカル、モダン、モノトーン、ヴィンテージ、もうあらゆるテイストが選べる。ここから自分の好きなテイストを選んで、で、例えば、まあ、ナチュラルのコーディネートを見るを言ってみると、コーディネートの実例集とかがこうやって見れるんですよね。これめちゃくちゃ参考になりますよね。普通に1K の部屋だったりリビングだったり、実際にこういった家具自分の部屋にも置けそうだなとか、そういった参考になるんで、めちゃめちゃいいなと思います。ちょっとではソファーを例に見てみますね。すべてのソファーで、はい、ランキングとか見れるのもありがたいですね。こんな感じで166件もあります。もう本当にいろんな幅広いですよね。あともなんといっても、ローヤのいいところ、価格帯が安い、コスパがいい、もうこれにつきます。だって3人掛けのソファー、このお値段、29,900 円。結構安いですよね。なかなか大きい家具、値段張るんで買えないですけれど、こういうのだったら試してみたいなって思いますよね。オンラインなんで写真と実物が、同じなのかってちょっと不安に思う人も多いと思うんですよ。なんですけれど、このレビューのところにあるみんなの投稿写真っていうのがあって、これで実際にこのソファを購入した人のインスタグラムの投稿が見れるんですよね、連動されてて。これがすっごく参考になって、実際に買った人の見て、全然実物と写真変わんないな、一緒だなとか、色味の感じも分かりますし、あとこれすごくコーディネートの参考にもなりますよね。こういった床にも、床の色にも置けるんだとか、そういった参考にもなるので、すごくいいなと思います。
ありがたいですよね。レビューもいいですよね。あともう一つ私が牢屋の機能でめちゃくちゃ便利だなと思って重宝しているのがあるんですけど、この比較機能っていうのなんですよ。ちょっとこれをポチッとしてみますね。グレーを比較してみます。で、比較表を見るやるとこんな感じで商品比較ができるんですよ。あっちは何センチだったっけとか、あっちそれあったっけとか、こういちいちこうページ飛ぶのって結構大変じゃないですか。こうやって一覧でね、全部の条件が比較できるのが、これかなり便利なんですよね。さらに、商品のこういう写真の数が豊富っていうのもあるんですけど、これ動く画像、動画、ご商品を紹介しているものもあって、これすごくわかりやすいですよね。さらに商品によっては試し置きが AR でできるんですよ。実際に試してみたいと思います。これの試し置きってやつですね。を振って、あ、これで、ここかな？おー、出ました。あ、しかも、向き変えられたりするんですね。これ便利ですね。幅感がよくわかる。色違いとかもこうやって、はい、おー、こうやって比較もできるんですね。この床にはこういう暗めのやつが合いそうですね。へー、めちゃくちゃいいですね、これは。では、実際に私の欲しいベッドを注文していきたいと思います。トップページですね。カテゴリーから選択します。ベッド。すべてのベッドから選びますかね。シングルベッドが欲しいので、シングルベッドを選択して、私が欲しいと思ってたのが、これなんです。このロータイプのベッドが部屋の圧迫感がなくていいかなと思って気になっていたので、こちらを買いたいと思います。あ、マットレスのセットもあるんですね。フレーム単体と。せっかくなので、今回は、よいしょ。マットレスとのセットを、にしたいと思います。では、こちらをカートに入れて、はい。カートを見る。で、こちらが注文画面ですね。数量と送料。送料0円嬉しいですね。これが注文確定をしたいと思います。注文を確定しました。すごい簡単ですね。はい、こちらで注文が完了しました。届くのが楽しみです。ベッドが家に届く日が分かったので、今度は暮らしのマーケットのアプリで家具組み立てサービスを頼みたいと思います。暮らしのマーケットのアプリを開いて、カテゴリーから探すですね。家具の修理組み立て、これですね。組み立てサービスを選択して、はい、エリアでソートしたいと思います。希望日は22日。に組み立ててほしいので、この日で絞り込んでみます。あ、結構たくさん、57件も店舗が出てきますね。あ、この人感じ良さそうですね。ランキング2位の方です。口コミも多いですね。9月22日も空きがあるようです。ちょっと見てみましょう。あ、お写真もありますね。頼もしそうですね。サービスページを見てみます。料金表、はい。3編の合計だけで家具組み立ての料金が決まるんですね。どんな家具でもこの合計料金で料金が決まるっていうのはすごく安心しますね。はい。で、口コミも実際に頼んだ方の口コミが見れますね。うん。星5がたくさんあって。人柄も問題なさそう。すごく安心して頼めそうな人ですね。この人に予約をしたいと思います。では、予約日時の入力に進みたいと思います。訪問日時、第1希望から第3希望まで入力をするんですね。訪問日時の希望日を入れました。で、数量は、今回お願いするベッドは3辺の合計が319センチ、確かだったので、ここですね。1万円の
料金のものを一つ選択します。で、支払い方法ですね。オンラインカード決済が使えるのは便利ですね。カード決済にしたいと思います。そちらで確認画面に進む。確認できたので、この内容で予約リクエストをしたいと思います。はい、予約リクエストができました。店舗へメッセージを送るをタップすると、こんな感じでメッセージでやり取りができるんですね。事前にお願いしたい家具の URL を送ってほしいというふうにサービスページに書いてあったので、こちらから送りたいと思います。はい、こちらでメッセージ必要なことは送信ができました。あとは当日まで、もし何か店舗の方から緊急の連絡だったり、事前のおやり取り必要なことがあったら、このメッセージだったり、あとはアプリの中の電話でもやり取りができるので、すごく安心というか便利ですね。ではこれで店舗の予約確定を待って、作業日を待つのみです。いやー、ついに我が家にベッドがやってきます。ドキドキしてきました。牢屋のベッドが届いたので、こちらを早速組み立てていただきたいと思います。今回組み立てをお願いしたのはこちらの方です。こんにちは、増田ホームサービス代表の増田拓磨です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。増田さん、はい、牢屋の家具の組み立ての依頼っていうのは、実際暮らしのマーケットのお客さんからも多いですか？多いです。大変多くて、牢屋さんの家具だったら新商品じゃない限り、はい、触ったことない家具はないと思います。それは頼もしいですね。家具の組み立てを依頼する方っていうのはどういった方が多いですか？小滝さん、これ持ち上げることできましたか？ちょっと持ち上げてみようかと。あ、無理。だいぶ、そう、結構届いて、玄関前配達っていうのが多くて、そもそも玄関から部屋に持ってくるのが大変だっていう方とかで注文される方とか多くて、あとは開封した時に、はい、部品の数が多すぎてちょっともうやる気をなくしてしまった方とか、うん、あと最初やってはみたけどちょっとだんだん不安になってきてギブアップした方っていう方とか、あともう一つは時間を有効活用したい方とかで、例えばご自宅で仕事されてる方とかは、自分の仕事を集中しながら作ってもらったことによって、その空いた時間を有効に使いたいっていう方とかのご依頼が多いかと思います。確かに。とは言っても、はい、なんとか自分で頑張れるんじゃないかみたいに思う方もいるかもしれないんですが、はい、まあ、そこをプロにお願いをするっていうところの、まあ、メリットは増田さんは何だと思いますか？僕が一番思うのは、例えばベッドとかって、はい、もし壊れたらどうしようっていう不安を抱えながら、はい、その家具を使い続けるのってちょっとまあ、それがストレスになることもありますし、はい、まあ、それからあと自分で作った時に破損してしまうリスクがあります、はい、その場合自分で作って破損してしまった場合、はい、また同じものを買い直さないといけない。値段が倍かかってしまう。そうですね、結構ご依頼いただいて、はい、もう作れないぐらい壊れてしまってることも過去にありました。そうなんですね。はい、これちょっとさすがにもう作れないですっていう状況になってしまうこともあるので。それは安心ですね。早速組み立てをしていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。お願いします。それでは養生していきます。組み立てのスペースは事前に連絡をして開けておいてもらうってことですね。はい、そうですね。だいたい2メートル四方あれば問題なくできるんで、それ以下だった場合相談してもらえれば対応できることもありますので。で、開梱、梱包材のゴミが出るんですけど、発泡スチロールとビニールゴミが出るんですけど、同じ袋に入れてしまって大丈夫ですか？はい、大丈夫です。結構細々とした。そうですね。やっぱり多いですね。こう多分商品のイメージだとかなりシンプルなイメージだと思うんですけど。はい、そう思いました。びっくりしました。結構開けると結構部品多いですね。今回のベッドフレームは、はい、増田さん的な難易度としてはどれくらいですか？僕的な感じだったら5段階、5段階だったら星1じゃないですか。もうちなみに星5ぐらいの家具って今までありましたか？難しいとかはもうないんですけど、全部ガラスとか破損リスクが高いのがちょっとそうですね、難易度になるのかな。バレルサウナってわかります？バレルサウナ、大きい樽のサウナみたいなのも、はい、作ったことあります。簡単な基礎入れて、はい、作ったことありますね。もう組み立てというよりそれはもう建築というか、そうですね。
次元超えてたんですけど。へえ。もうじゃあ本当に今までいろんなあらゆる家具は大体は組み立てされて。そうですね。その引っ越しずっと10年以上大手あの引っ越し者でやってたので。そうなんですね。うん、触ったことない家具はないですね。初めて組み立てる家具とかは事前に下調べとかはされるんですか？はい、いやもう本当に初めての家具に出会うことがもうほとんどなくて、その違うメーカーだとしても、その工場の家具は触ったことがあるとかなので。工場で。そう なんでその、ね、その別々のこうメーカーでも見たことあるとか作りとかって、たまにトリッキーなデザインとか作りのものがあるとちょっとテンション上がりますよね。見たことないこれみたいな、これすごいなっていう。逆に燃えるというか。そうですね、デザイナーさんの意図とかに感動することはあります。へー。なんかこれが難しくてとかはあんまりないかな。それはあ、なくさないようにそこに入れて作業するというか。そうですね、取り出しやすいように。へー。そのもしご自身でやられる場合は、はい、紙コップとかに部品別に入れて、A とか B とか書いてあるので、この紙コップにアルファベット書いて入れて作業すると作業しやすいと思います。確かに便利ですね。そうですね。どれくらいの大きさのものなら一人で組み立てをされるんですか？はい、システムベッドとかでも物によっては一人で作業します。こう例えば門みたいな形のものがあった時に片方支えてもらわないと成立しない時とかは2名で作業します。やっぱりなかなか電動ドライバーとか持ってない方とかも多いですね。そうですね。その一個のために買うのもちょっと違ったりとかもしますもんね。はい、そうですね。現場でお客様のとこで作業する上で意識してるポイントとか、はい、気をつけてることとかって何かありますか？なるべく音を立てないこととか、まあ、ちょっとその会話とかしてどういうところをこう気使ってらっしゃるのかとかは気にしてますね。あとはその家具が完成して生活も想像して家具の位置とかでの提案とかは結構してます。はい、ありがたいですね。多分ここに置いたら生活する上で苦渋するぞみたいなところ、はい、時とかもあるので、生活後のイメージもなんかこう提案できればなとは思ってます。増田さん、はい、すごくあの爽やかで走りしてらっしゃって何かこう、はい、スポーツとかされてらっしゃるんですか？はい、格闘技をやっていて、総合格闘技。総合格闘技、はい、やってます。クロスオーバーというプロの団体で一応試合出てます。プロでやってらっしゃる。そうですね、はい、すごいですね。クロスオーバーってすみません、私全く格闘技詳しくなくて、はいはい、どんなことをするんですか？総合格闘技でリングの上で、はい、打撃あり蹴りあり投げあり、こうその関節技とかもあるような、何でもあるような、はい、の出てます。意外すぎるというか。あ、そうですか。意外というかすごくびっくりしました。ずっと長くやってらっしゃるんですか？そうです、格闘技自体はもう本当子供の時からずっとやってます。そうなんですね。はい、引っ越しのお仕事もやられてるのはどうしてですか？はい、ずっと引っ越し屋で十何年、はい、仕事してたんで、そのベースがあるので、引っ越し屋ってこう競技的な面白さがあるんで、それがもう好きでやってます。スポーツのような。スポーツ、そう、本当スポーツ。どの順番出したら一番早く出せるかとか、こう考えながら、そう、特に大手とかは持ってる件数が多いので、はい、1日にやっぱ終わらせないといけないので。鍛えられますか？やっぱりそのお仕事でもう仕事でのなんかこう持つ持たないとかはあんまりこうもうそうですね。プロの方にお聞きするような。いやなんかこう、いや人の方が大体重たいですよね。得意な技は何ですか？得意な技、僕増田って言うんですけど、はい、増田チョークっていう技を開発したしてそれを試合出したいなとは思ってます。どこを狙うというか、その何がめちゃめちゃ マニアックな話になっちゃうんですけど腕十字っていう関節は取りに行くと見せかけて首を決めるみたいな、はい、かなりマニアックな技なんですけど、一応ね、僕ツイッターとかやってるんで、ツイッターの一番上に固定してるんで気になったら見てください。気になったら
暮らしのマーケット大学でこういう話してる人っていましたっけ？あ、待ってか、格闘家の方初めて。それで言うと。そうですね。増田さん、握力強そう。はい、あの、握力は、あの、なんか中学校の時に体力テストあるじゃないですか。はい。その時72キロとかだったんですね。今、もうちょっとあるかもわかんないです。リンゴを潰せますか？リンゴは どうだろう、やったことないですけどね。リンゴは食べるものなんで。そうですよね、おっしゃる通りです。ここことか普通の工具だとかなりこういうネジとかがあってこう入りづらいんですよね、手が。電動工具とかを例えば持ってたとしても、こう当たっちゃって、この辺が当たっちゃって、こう入らないですよね。そういう時とかに、こういう先が丸くなってる六角レンチとかを使うと、斜めから刺しても、入れることができるので、そういう、知ってないとまあできない。そうですね。ですよね。はい、最近でもこの作りの形のスノコベッド多いんですけど、中でも、ローヤさんのこのスノコベッドはかなり丈夫に作っていて、一番おすすめできると思います。あ、このちゃんとしっかり十字に支えがいい。そう、十字に支えもいいですし、引っ越しにも向いてるというか、そのボンドとか使わなくても強度が担保されてるんで。手でちゃんと確認されるんですね。あ、そうですね。締め忘れないかの確認は。ヘッドフレーム完成しました。ありがとうございます。ものの 3,40 分程度で本当に手際よくやっていただきました。近くで見させていただきましたが、まあ、一人じゃ絶対に無理で、プロにお願いして今回本当に良かったなと思います。ありがとうございます。はい、あ、小谷さん。はい。あの、マットレスもよかったらこちらの方で開梱させていただきます。いいんですか？はい。これ圧縮のマットレスで、はい、あの、カッター入れるときに傷つけてしまう人とかもたまにいるので、はい、こちらの方で、はい。重たいし、ぜひ、はい、ありがとうございます。こちらも開梱させていただきます。こんなにギュッとこう、マットレス、ちっちゃい状態で届いて、びっくりしました。そうですね。慣れてない方は買った使わないでください。何で着たらいいですか？でも使わないでくれって書いてあるんで、頑張ってこう角をこう探して、こうテープをね、あの、見つけて、あの、剥がすのがいいと思います。ビニール薄いのでキャッといっちゃいそうです。そうですね。確かに慣れてないと。で、あの、変にこうやると圧縮の空気急に入ってボンと、はい、あの、方向によってはこう思わぬ事故になることもあるので。圧縮のマットレスでまだポテンシャルあるので、はい、あと 2,3 日経ってあともう 1,2 センチは、あの、膨らんでくれます。あ、置いておく必要があるんですね、もうしばらく。おー、増田さん、マットレスまでありがとうございました。頼みます。スピードと仕上がりはもちろんなんですけれど、作業中、あの、都度出たゴミをまとめていただいたりだとか、あの、掃除機でゴミを捨てていただいたり、フローリングのところはスリッパを履くとか、そういった、まあ、ちょっとした気遣いやサービスがすごく、あの、嬉しくって、完全にこちらは手放しでお任せできるっていうのが今回すごく本当に頼んでよかったなと思いました。ありがとうございました。そう言っていただけるとこちらもとても嬉しいです。ありがとうございます。またご自宅で困ったことなどあればぜひ相談してください。暮らしのマーケットの問い合わせ欄から連絡いただければこちらから返事させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。増田さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。最後に現在開催中のお得なキャンペーンについてもご紹介しておきますね。キャンペーンは牢屋の
サイトに詳細があります。組み立てのページで、キャンペーン実施中というボタンがあるので、こちらですね。牢屋で買った家具を暮らしのマーケットで組み立てをしてもらったので、その口コミを暮らしのマーケットに投稿して、投稿した内容を牢屋のお問い合わせフォームに送信することで、牢屋で使えるポイント1000ポイント分がもらえるという仕組みなんですね。実際に流れをやっていきたいと思います。ではまず、口コミを暮らしのマーケットで投稿します。暮らしのマーケットのアプリを開いて、予約のページ、予約管理のページに、今回の作業の口コミが書けるようになっています。口コミの内容はキャンペーンサイトにも書いてあるんですが、牢屋というキーワードを必ず入れることが必要です。口コミを書きました。今回は増田さんのご好意で、8000円でお会計をしていただきました。はい、で投稿する。これで口コミ投稿できました。続いて、牢屋のアプリに戻って、このステップ2のとこですね。牢屋公式サイトのお問い合わせフォームに、こちらの内容を送信するということなんですが、名前と、先ほど口コミに、暮らしのマーケットに口コミ投稿した投稿内容、あと注文番号が必要ということですね。なので、まず注文番号が、マイページの購入履歴から見れます。購入履歴がこちらですね。購入詳細を確認というところで、注文受付番号がコピーできるので、これが便利ですね。コピーをして、先ほどのページに戻ります。で、問い合わせフォームに名前、メールアドレスですね。注文番号ですね。ここで、ペーストします。で、口コミですね。はい。暮らしのマーケットのページから自分の投稿した口コミが見れるので、それをコピーすると便利ですね。これでキャンペーンの応募要件は満たしているはずです。こちらで入力内容を確認をして、この内容で送信をします。はい。これだけです。結構簡単でしたね。で、確認後、牢屋のポイント、1000ポイントがだいたい1週間後ぐらいということですね、反映されるそうです。1000ポイントというと1000円分なので結構お得ですよね。また次、牢屋で何か買いたくなっちゃいますね。キャンペーンの詳細はこの動画の概要欄に記載しておきますので、ぜひご確認ください。今回初めて私も家具の組み立てを依頼しましたが、コスト面、効率、技術、クオリティ、全部含めて、本当に依頼してよかったなと思いました。牢屋のベッドフレームも、幅広い商品ラインナップの中から自分の部屋に合うぴったりの商品を見つけることができて、すっごく満足しています。ぜひ皆さんも牢屋で家具を購入して、暮らしのマーケットで家具の組み立てを依頼する、そして1000ポイントゲットのキャンペーン、ぜひ参加してみてください。